潜りますね。潜ります。いや。相居飛車が得意な人は得意。あ、そうなのか。負けたら俺もシャレになんない。いや、今まで勝ちすぎだから。将棋盤勝った。お前が先手だ。一局目は将棋盤。対局開始。ました。お願いします。いや、あー、そういうことしちゃうなるほど、そういうことするのか。まあいいや。試験飛車。ご飯食べてきます。お疲れ様です。畳の囲い。そういうやつ、わかんない流石に負けられねえんだよ。やばいな。負けたら本当に。こう歩とかついちゃダメなのか。あ、なんかずれてる。ごめんなさい。感想戦モードになってた。なるほど。じゃあその分時間若干使います。ちょっと使った。いや、わかんない。や、ちょっとやめてほしいな。20秒使ったら20秒差しますわ。いや、大丈夫っすよあー、マジっすか。はい。美濃囲い。見せた。今のは銀打つのが筋ですね。あ、5四銀、5六、5四。うん。で、5四銀で飛車引かせて、7分。まあ、その5四銀が一応今のこの銀打ちを一応防いでる手なんで。ああ、なるほど。そうなんだ。それが一応定石というか。なるほど。無知だ。
さすがに勝てねえ。これでもあれなんかな、銀とかくってくると。ああ。これ取ってもいいんだけど、明らかこの位置で取るよりもいい。もうちょっと相手に駒を使わせたい。それな。これで銀とか打ってきてくれるのであれば、その時に飛車を取りたい。いやでもちょっとこれ打つしかないな。よし、駒を使ってくれた。でもなんか働きそうな駒あるよね。どうなんでしょう。自分的にはやるなら奈良じゃなくて成の方が良かった。ああ。ミスった。金逃げとれなきゃ。なんか金逃げてもう負けかなみたいな。5分なんで打っちゃったんだろう。まあまあまあ これでもそっちの方がそっちの方が盛り上がるやろう。まあこれでも、多分鬼神とかだったら多分7級金とか多分打つんでしょ。ああここ多分絶対に受けに回り、もう手遅れじゃないか。もう手遅れだよ。いや多分まだ刺すと。そっか、分かんないけど。
これは絶対に合駒しないとダメなんですけど。そうっすね。うん、だけどしたら金取ってで自陣がめちゃくちゃ安全になってしまう。3分。いや仕方ないか。これはさすがに。2分30秒。飛車が使えなくなってしまった。さすがにこれな。2分。てっきり今ふなってくるかと思ったんだけど、すごいだね。ああ。なんかもう終わってそうな将棋だったけど長くなったいや長引かせてるんですよ。なるほど。いやでもな、1分30秒。なんかな、これやったらもうちょっともうどうしようもない。どうしようもない。なんかいい詰まし方ないかな。これでいいかな。これが一番早いかな、詰ましか。1分。これが一番気持ちいい詰まし方でしょうか。わかんないですけど。ありがとうございました。ありがとうございました。美味しい将棋じゃった。いや勝利はすぐそこじゃ。ひどかったな。これはもう序盤で決まっちゃいました。そうですね。いや知らないよそんなの。はい、52いやでもそこまで自分もあれですよ、全然研究なんてしてないです。あ、なるほど。うん、なんか普通に本に書いてあったことをやってるだけです。本な知らないや右試験。52手目。
同金同銀なり3九銀から詰みそうですが、さすがに詰んでいないですか。52。同金同銀なり3九銀打ち。同金だから56手目に3九銀。いや、3九銀は詰まないね。3九銀1八玉で詰まない。1八玉か、確かに1八玉で詰まないですね。銀じゃなくて銀だから詰まないのかっていうか、まあそれはめちゃくちゃあれかよ。同金同銀ってことはそれ詰めろだからね。次4一。確かに、さすがにそれはさすがにちょっとリスキーすぎてちょっとできないです。さすがにそれは勝ってる方が選ぶ手順ではない。これってどう受けるべきだったんですかね。どうこうですか。そもそもの、そもそも6五歩の仕掛け、27手目6五歩の仕掛けは絶対ない。はいはい、というか、まあ、まあもうぶっちゃけ言うと、うん、まず絶対に四間飛車側から歩を突くことはないんですよ。これ9三桂に対してって8六歩とか。9三桂に対してはもう普通は6八金か4六歩です。あ、ごめんなさい、5八金か4六歩。ああ、無視なんだ。5八金に対しては8五桂で8六角と出ますね。香車、9八の香上がってる。ああ、8六角ですね。で、それにちで、それ、で、8六角出て6五歩同歩に9九角なり、6四歩と歩を伸ばして、どうか。その後8九待っていきます。で、ああ、なるほど。一応で、6九の金保留型だと、まあ、うん、普通、まあ、最近の研究によると、うん、一応4六歩に対しては一応5五銀っていう手があるんですけど、まあ、もしも、まあ、4六歩に対しても8五桂で跳ねてきたら、それも8六角で、9九角内に対して7九金って寄って、駒が取られない形になるんですよ。じゃあ、それやろうと思ったら、一応金保留型。ああ。でもなんか、ですけど、その、なんだろう、その、例えば4六歩5八金以外の手を指すと、絶対に、四間飛車側が当たると悪くなるんですよ。うん、ああ、3六歩とかでも。なので、もう本人はもう絶対に5八金とか、そう。ああ。なるほど。なので、あれですね、まあ、詳しくは、ね、なんだっけな、自分の過去のライブ、その研究してるんで、見てほしい。あ、了解っす。あとで見ます。しっかり宣伝していくスタイル。まあ難しいんですけど、なんだろう、まあでも、まあで、飛車走った時にやっぱり一回5四銀に打って、まあ飛車引かせて、歩が持ってないんで、まああとはもう自陣整備にどうにかするか、端を一回突いて、端攻めに移行するのでもあり。ああ、もしくは、格闘を目指すのもありです。うん、ああ、2、3の地点？そうですね。なるほど。なるほど。難しいんですけど、難しいですよね。勉強になりました。でまだ1-1だからもう一曲ですよね。そうですね。じゃあやりますか、時間的にも。そうですね。いきますか。じゃあお願いします。